割拠の戦乱の世にひときわ輝く武勇の星呂布あざなを放戦。彼は親子の契りを交わした董卓を斬るとその後各地を流浪、たどり着いた徐州で劉備に迎えられ一時の安息を得た。ここで呂布の参謀である陳宮は一計を案じる。劉備の留守を狙い徐州を奪う。果たしてその策はなり、呂布は可否の城と徐州を得た。これに対し劉備は徐州を奪回すべく曹操と組み可否へと進軍。近隣の川をりした水攻めで呂布の軍を窮地へと陥れる。ならば己の無双の武で敵と苦境とを打ち払うまで。徐州可否の戦場に鬼神呂布の防衛がほとばしる。呂鳳翦の部誰にも止められはせん。ふん、雑魚ども水攻めとはくだらんまね。しかしこの水系は実に。これでは来られるか。水門を、水門を、こちらが水系を制せず、発射すれば、いつでも動けるようになるか。シケラどもめ、死にたいやつから来るがいい。
策がなったのか。
を落とすぞ。このエンコードが助けに来てやったぞ。曹操の軍など我らで打ち払おうぞ。おお、やっとやっと来ましたな。さあ緑殿、これより反撃ですぞ。死ぬ死ぬ死ぬって、あんなの相手に戦うなんて絶対無理だ。乱世をかける野獣よ、わしがここで切り捨ててくれよ。貴様ごときが俺を切れると思ったか。来い、最強の御御御御御御勝てますでしょうか。心配するな、きっと俺がいるか。勝てることなどない。そう思うとくの前にならば撃つのみよ。最強の御御お前が相手か。いいだろう。さて、どんな感じで取り付けてやろうか。お見事、見せつけてくれますな。お前こそ天の三国の僧よ。その最上、素晴らしいご活躍。掴める天下などありはせんぞ。曹操の軍など所詮この程度。この戦俺たちの勝ちだ。